白髪駅だからなゲートウェイへすがもしもデスクに神社でございます。九段下のあたりですかね。新橋までは 3.8 キロもあります。あそこにはクリームソーダのかき氷がある。めっちゃ食べたい、めっちゃ食べたい。ちょっと我慢。この後皇居に行って、皇居から新橋に向かいます。レッツゴー。なんか小さなことに動じなくなった。辛いこととかも、なんかちょっとした壁とかも、まあ100キロ走れるしみたいな。あとは自分の体の変化を気づくようになったって感じ。まあ、これは走ってて強くなったんか分からんけど、走りながらおにぎりとか食べててもお腹が痛くならないようになった。ここが一番綺麗でね、高級感、気持ちいいですね。いいですね。V もうここまで来たら新橋すぐだね。大変な点、やっぱね、道が分からないこと、突っ切るのも大変。なんだろうね、まあ、止まるのもしんどいかな。ずーっとなんかこういう気持ちいい道を走れるんだったら楽だね。人が多いところを気をつけて走ったりとか、そういう頭使うのしんどいね。頭使いたくないですほら綺麗になってた。はい、というわけで8つ目の駅、新橋に到着しました。新橋 SL 駅前、遠かった、10キロ。ただいまの時刻は12時30分 47.78キロでございます。ふう、もうすぐで50キロか。午前中に4分の1は行きましたね。拍手ってことは、あとこれが4回あるってことは200キロ。冷静に同じことしたら200キロか。考えないようにしましょうということで行きたいと思います。あ、新太も来た。次の運命を決める、聞いていきたいと思います。似顔は有楽町、頼むで有楽町、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 お願いします。もう上は嫌、もう上は嫌、もう嫌、せーのバイバーイ。もう嫌だ、隣だったじゃん、なんでそういうことすんの。リテイク、リテイクで。いやもう足ちぎれるよ、本当。本当に嫌、本当に嫌。本当に引き悪い、しんど。なんでそういうことになるの。というわけでちょうどね50キロ近いっていうこともありまして、天の声さんお願いがあります。ちょっとつか、もうまあ判定厳しいので、モノマネ3つやるので、似てたら、一つでも似てたらもう一回リテイクさせてください。お前さんの苦人は見ていて不憫になるの。この提案乗ってやろう。ありがとうございます、ありがとうございます。じゃあ、判別は慎太郎で、はい、よろしくお願いします。はい、一つ目いきます。ドラえもんいきます。僕ドラえもん。ダメ。マジ。じゃあ2個目いきます。クレヨンしんちゃんの妹ひまわり。けっててててててて。ちょっと似てるけどダメ。厳しい、超厳しいじゃん。とっておき、3つ目いきます。いい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 い
カズー。まあいいでしょう。あーよっしゃ、ありがとうございます、ありがとうございます、ありがとう、ありがとう、ありがたい、優しい、やたてぃ、やたてぃ、弟のおかげでリテイクすることができます。グッバイ大塚マイフレンド。お願いします、集中しよう、下を引くんです、下を。いやこれ違うな、これかな。いや怖い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 、お願い、田町、田町、浜松町、浜松町、有楽町、有楽町、せーの、ワンツー、有楽町、はい、う、うん、あやっちゃパンダさん、パーって感じで上野なんで、まあ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 、まあ、さあ後半戦も頑張りましょう。じゃーん、見てポンポンプリン、ポンポンプリン超好き、かわいい、なんかパンダちゃんのキティを捕まえた的な、かわいい。ちょっと見ていいかな、ちょっと見ていいかな、ちょっとだけで、ね、ちょっと待って、さあ着替えていくわよ。ほら、かわいい。はい、ポンポンプリンちゃんになりました。じゃあ後半戦はこれでいきたいと思います。いいね、はい、というわけで9個目の駅、上野駅到着です。ここまでは 53.14 キロ、時刻は14時15分になりました。ポンポンプリンにも舐めてテンション爆上げで後半戦行きたいと思います。さあ聞いていきますよ、頼むで、ほんまに。10個目の記念すべき駅はどちらでしょう。希望は御徒町、今日中に15個は行きたい、君に決めた。せーの、浜松町、よっしゃあれ、よっしゃじゃない、悪くはないよ、悪くはないよ。こっから目黒とか言われたら12キロですからね、セーフ、多分そんなにないはず。距離感覚よくわからんけど、まあまあまた戻るってことやろ、新橋。戻ります。そういうことだね、これがリアル山手線ゲームというわけですよ。パパのドラッグかっこいい、多分うち下半分が出ると喜ぶ。なんでやろ、上は遠いってイメージあるのかな。下方面に何か思い入れでも、上方面に思い入れがないかもしれない。かわいい、ちょっとしたいけどもうない、ないなってるわ、もう売り切れや、人気やわ。あ、行くで、この人混みの波に。どうですか、今のところは。今のところ、まあ暑いっすね、暑いのと、あとやっぱ人が多いっすね。あと15区行けるかな。はい、ということで着きました。7キロもありました。浜松町、現在の時刻は3時過ぎ、距離は58キロ。ふう、いやめっちゃ喜んだけど、そんなにやったね、全然遠いね。というか罪よ、前行った駅の隣の駅に行くのは罪よ、行ってまた戻るっていうのはね、元彼が今カノの前で元カノと仲良くしてるぐらい罪よ。11カ所目引きたいと思います。私は天使、10駅目到達記念に次はあなたたち2人にくじを引かせてあげるわ、頑張ってね。わー、神、神が降りてきました。ということで記念すべき10個目、3分の1達成したということで、女神様が弟シンタも引いていいし、私も引いていいし、でどっちかの好きな駅に行っていいという、ありがたい、ありがたい、これはありがたいですね。じゃあまずは私から引いていこうかな、はい、ちょっとこれで気兼ねなく、ちょっとでも僕にプレッシャーかけないように。田町、田町、有楽町、た
だけ、あ、噛んだ、あ、舌噛んだ、痛い、舌噛んだ、頑張った、ほんまに引き悪いな、頼むで、任せてくれよ、頼むで、うん、僕はね、くじ運はいいで有名ですから、ね、これ、はい、せーの、ドン、うい、よい、なーん、ちょっと待って、誰がくじ運営や、え、なんかどっちも微妙じゃない？でも田畑絶対あかんくない？松町から田畑全めっちゃ遠いやん。待って、代々木もまあまあ遠いで。これ7キロと10キロ、3キロの差で田畑を選んだら次上の方が出てきても恐れることはない。代々木で次もうウイズスダニとか出てみ、やばない？まあ上の方がまだ出てないから、そう、田畑に行く方が先でいいじゃないかっていう、10キロやけど、いや賭けやな。いやかといってな、どっち行く？はばるか、じゃんけんで決めるか。じゃあ勝ったら片方な、片方に行こう。最初はグッ、じゃんけんほい、はい、はばりまーす。8、9、これを使います。キューブあげます。あなたとても素晴らしい。